クリストファー・ジョン・ウィルソンは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州オレンジ軍、ニューポートビーチ出身の元プロ野球選手。左投げ左打。ストレートエッジでもある。オレンジ軍、ファウンテンバレー市のファウンテンバレー高等学校を1998年に卒業し、サンターナ短期大学へ進学。2000年には、カリフォルニア州短大リーグの MVP を受賞した。2001年は、 ロヨラメリーマウント大学へ進学した。2001年の MLB ドラフト5巡目で、テキサスレンジャーズから指名を受け、6月12日に契約した。契約後、アパラチアンリーグのルーキー級プラスキレンジャーズと A 級サバンナサンドナッツでプレー A 級サバンナでは5試合に登板し、1勝2敗、防御率3.1826奪三振の成績を残した。 2002年は A 級シャーロット・レッダーズと AA 級タルサ・ドリラーズでプレー。A 級シャーロットでは26試合に登板し、10勝2敗、1セーブ、防御率3.0676奪三振の成績を残した。2003年は A 級フリスコラ・フライダーズで22試合に登板し、6勝9敗、防御率5.0589奪三振の成績を残した。 8月12日にトミー・ジョン手術を受けた。2004年は前年の手術の影響でシーズンを全休した。2005年は A 級ベイカーズ・フィールド・ブレイズで開幕を迎え、5月に A 級フリスコへ昇格。6月10日にレンジャーズとメジャー契約を結び、同日のフロリダ・マーリンズ戦でメジャーデビュー。8回日誌から登板し、0.1回を一安打。 無失点に抑えた。6月19日のワシントンナショナルズ戦から先発に転校。しかし3.2回を投げ9安打3失点でメジャー初黒星を喫した。計6試合に登板したが、0勝2敗、防御率8.78と結果を残せず、7月7日に A 級フリスコへ降格した。7月31日に最小格し、8月26日の ミネソタツインズ戦では、6点リードの6回表から、ロングリリーフを任され、4回を1安打3失点に、抑え、メジャー初セーブを記録。8月30日のシカゴホワイトソックスとの、ダブルヘッダー第1試合目では、同点の4回表から登板し、5回を2安打1、失点に抑え、メジャー初勝利を挙げた。試合後に、A 級フリスコへ降格。 9月5日に最小を獲した。この年は24試合に登板し、1勝7敗時、西部、防御率6.9430奪三振の成績を残した。2006年2月16日に、レンジャーズと1年契約に合意。3月31日に、右肩の故障で15日間の故障者リスト入りし、4月14日に復帰した。復帰後は16試合に登板していたが、 防御率5.12特選し、6月1日にトリプル A 級オクラホマレットホークスへ降格した。7月18日に最小格し、その後はリリーフに定着した。この年は44試合に登板し、2勝4敗1、セーブ、防御率4.0643奪三振の成績を残した。2007年3月1日にレンジャーズと1年契約に合意。 7月31日にクローザーのエリック・ガニエがボストン・レッドソックスへ移籍したため8月からクローザーに起用されたこの年は66試合に登板し2勝1敗12セーブ防御率3.0363奪三振の成績を残したレンジャーズ時代2008年2月25日にレンジャーズと1年契約に合意この年も クローザーとして登板していたが、8月6日に、左肘の故障で15日間の故障者リスト入りし、そのままシーズンを終えた。この年は50試合に登板し、2勝2敗24、セーブ、防御率6.0241奪三振の成績を残した。オフの10月2日に故障者リストから外れた。2009年1月20日に、 レンジャーズと185万ドルの1年契約に合意。この年は、自己最多の74試合に登板し、5勝6敗14、セーブ、防御率2.8184奪三振の成績を残した。2010年1月18日に、レンジャーズと310万ドルの1年契約に合意。この年から先発に転三33試合に登板し、 チーム最多の204イニングを投げ、チーム最多の15勝、防御率は3.35だった。リーグ最多の93支給を与えたが、基本類だをわずか10本、左打者に対しては左率、144、ヒオプス400、基本類だ0本だった。2011年1月18日に、レンジャーズと700万ドルの1年契約に合意。クリフリーのに伴い、 開幕投手を任された。開幕戦は6回途中4失点で降板したものの、それ以降は調子を1年間維持し、オールスターにも選出された。最終的には、前年を上回る34試合に登板し223.1イニングを投げ、防御率は2.94にまで了化させた。また、前年リーグ最多だった支球を74個に、 ヘラシレンジャーズの投手としては1991年のノーラン・ライアン以来の200奪三振となる206奪三振を奪った。投球内容も大幅に改善させ、最終的に自己最多かつチーム最多体の16勝を挙げ前年よりも充実したレギュラーシーズンを送り、エースとしての重積を果たした。オフの10月30日に FA となった。 2011年12月8日にロサンゼルス・エンゼルスと総額7750万ドルの5年契約に合意。12月9日にワールドシリーズで対戦したアルバート、プホルスと共にエンゼルスタジアム・オブ・アナハイムで入団会見を行った。2012年、前半戦は18試合に登板して9勝5敗、防御率2.43で折り返し、オールスターにも2年連続選出されたが、 指先の怪我で出場を辞退。後半は打ち込まれる試合が増え、最終的に13勝10敗、防御率3.83でシーズンを終えた。最終当番となった10月1日の試合後、後半戦は肘に違和感を抱えながらの投球だったことを話し、オフに国局除去手術を行うことを発表した。2013年は33試合に当番し、自己最多の17勝。 防御率3.39だった。QS 率は71%を記録した。2014年は開幕後19試合に登板していたが、7月10日に右足首の捻座で15日間の故障者リスト入りし、8月2日に復帰した。この故障の影響もあって、先発投手転向後では自己最小の31先発登板に終わり、 投球イニングも転校後発となる200.0イニング未達となった。防御率は4.51まで悪化し、ア・リーグワースト1位の85死球を与えた。しかし、13勝を挙げて5年連続に桁勝利とし、なんとか面目を保った。2015年は21試合に先発登板して、防御率3.898勝8敗132.0イニングで46死球。 百獣脱三振という成績を残したが、先発転向後では初めて規定投球回答達を逃した。これは8月1日に戦線離脱し、国局を除去する手術を受ける必要性が生じたためである。2016年は肩と肘の手術を行った影響もあり、メジャーでの登板はなかった。またマイナーリーグでも A プラス級でのリハビリ登板1試合に終わった。 オフの11月3日に FA となった。2017年2月8日に引退を表明した。今後はカーレーサーとして活動すると報じられている。スリークウォーターからリリーフ時には最速97マイルパワー、平均約93マイルパーワーのフォーシームとスライダーを中心に投球を組み立て、先発転向後は平均約91マイルパーワーを計測する。 速球、80マイルパーアワー後半のカットボールと80マイルパーアワー台前半のスライダー、70マイルパーアワー台のカーブ、チェンジアップといった多彩な球種を織り交ぜる投球が持ち味。リリーフ時代の脱三振率は毎年球前後を推移していた。先発転校後は脱三振率を多少落としているが、ゴロ率が上がり打たせて取る投球を心がけている。 ジャイロボールに熱心に取り組んでいることでも知られている。ありがとうございます。